皆さんこんにちは、ピアニストの西野智也です。皆さんピアノ弾いてますか？今回は前回前々回とご好評をいただいておりました難易度表シリーズ第3弾でございます。今回はショパンのポロネーズの難易度表を作成しましたので、ぜひ参考にしてみてください。今回の動画につきまして簡単に説明させていただきます。今回使用する難易度表はこのようになっております。一番上から最難関、難関、上級、中級、入門、そして初級が入っております。最難関から中級に関しましてはおそらく説明はいらないと思います。読んで字のごとく上から難しい順になっております。よく質問されるのですが、初級の上になぜ入門があるのですかという話です。この入門というのはショパンのポロネーズを勉強する際に入門として適している作品という意味になります。決してピアノの一般的な学習進度の入門という意味ではありません。ショパンのこのポロネーズを勉強するにあたって一番最初にやっておくと様式やいろいろな面で勉強になりますよという意味の言葉に入門を使っておりますので、そちら勘違いなさらないようにお願いいたします。ですので入門より下に初級が設定されているのは入門向けの作品よりもさらに簡単ですが、ショパンのポロネーズを勉強する上ではあまり役には立たないという意味を示しておりますので、ぜひね参考にしてみてください。それでは早速いきましょう。はい、それでは早速第1番作品26の2曲を見ていこうと思います。まず1番の難易度はこちらになります。1番のポロネーズに関しては入門向けでいいと思います。ショパンが生前発表したポロネーズの第1曲目になります。ショパンのポロネーズといえば非常に雄大で男性的な作品として描かれており、まさにその典型例としてこの第1番、ショパンのポロネーズを勉強するにうってつけの1曲になっていると思います。生前発表のポロネーズに関しては全般的に非常に手の大きさによって難易度が変わってくるところが強いです。特に手の小さい人にとってはショパンのポロネーズを弾きこなすのは相当難しい。特に生前発表の1番から7番の7曲のポロネーズに関しては手が小さいと演奏するのが非常に難しい作品群になります。この第1番のポロネーズ、A 波短調のポロネーズですが、冒頭の非常に印象的な部分、そして男性的なポロネーズのリズム、そして非常に雄大なメロディー、非常にかっこいいんですが、結構個人的には弾きやすい印象があります。難しい箇所も途中に出てくる分散和音のところぐらいが速いパッセージとして技術的な難度のちょっと高いところになるんですが、それ以外の部分はほとんど和音のテクニックに終始しています。中間部も基本的に和音のテクニックが中心となっております。メロディーを弾きつつ、中の指で和音を抑えるといったテクニックが求められます。そしてトリオの後半部分で左手がメロディーになってくる部分がありますが、まあこちらも技術的にはそんなに難しいパッセージが出てくるわけでもありませんので、ショパンのポロネーズのその様式やその技術的な連動というもので非常に入門向けの一曲として優れていると思います。はい、それでは第2番作品26の2です。こちらのポロネーズは上級レベルでいいと思います。ショパンのポロネーズによく多用されるようなテクニックが山盛り入ってきます。ですので1番のポロネーズに比べこちらの第2番の方が数段難しくなります。非常にこちらも印象的な冒頭、ささやくような冒頭、アッチェレランドとリタルダンドを繰り返しテンポの緩急の非常に激しい冒頭から非常に勇壮でかっこいいテーマが現れます。上昇音形を伴ったメロディーですね。そして何よりそこの次の部分ですね、非常に多くの和音とアルペジオ、そして8度、オクターブを超える和音、9度の和音なんかが
ところどころ出てきますので、非常に手の小さい人にとっては厳しい箇所になると思います。また技術的難度も第1番に比べはるかに高くなっております。ただしこの第2番のポロネーズ、中間部のトリオが非常に技術的には弾きやすい、ただし音楽的に表現するのが非常に難解な音楽になっていると個人的に思います。なんとも取り留めのつかない中間部が形成されていますので、ここをどう表現するかは演奏者の表現力次第になるかなと思います。まあそういったものを省いてもこの作品は非常に弾くのが難しい。ただし ABA という非常に単純な形式をとっております。一度 A の部分が弾けてしまうと、まあ繰り返しで出てくるもう一度の A も同様に弾くことができますので、技術の多様性という意味では若干薄れます。ただし非常にその技術的求められる難易度は実際非常に高いです。ただね、すごくかっこいい作品の割にあまり弾かれない作品になりますのでね、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。はい、続きまして第3番作品40-1、イチョウチョのポロネーズ、俗に言う軍隊ポロネーズですね。こちらのポロネーズ評価はこのようになっております。こちらの作品は入門向けでいいかなと思います。まあおそらくショパンのポロネーズを初めて弾く人が一番最初に取り組むことが多いであろう作品だと思います。というのも非常にテクニックが一貫して分かりやすいです。もう延々と和音のテクニックだけが求められる作品になっております。早いパッセージはほとんど出てきません。数多くの和音と、そして跳躍のテクニックさえあれば、この作品は、まあ、簡単にとは言いませんが、まあ、割とたやすく弾くことができます。ただし、この作品を正しい姿で、ちゃんと、この雄弁な、力強い、男臭い作品に仕上げようと思うと、なかなかの労力が必要になってきます。そして、この作品も、例に漏れず、手が小さい人にとっては恐ろしく難しい作品になってくると思います。というか、手が小さい人にとってはおそらく演奏不可能に近い作品になってくると思います。ただ、言い換えれば、手が大きい人にとってはこの作品、何ら難しい要素がほとんどありません。まあですので、ショパンのポロネーズの入門と考えると、非常にそのショパンのポロネーズらしさ、そしてポロネーズの様式、そしてこの和音のテクニック、この後出てくる5番、6番、7番でも求められるテクニックになってきます。ぜひね、これらの作品をチャレンジしてみたいという方は、まずこの3番でポロネーズとはどういう音楽なのかというものをしっかり身につけてもらって、憧れの他の作品に挑んでみるのがいいと思います。はい、それでは第4曲目、作品40-2のポロネーズ、破綻調の第4番です。こちらの評価は中級になります。非常にショパンのポロネーズの中でも異質の作品になります。力強さや雄弁さというものは若干影を薄め、悲しさというものが前面に押し出された作品になっております。悲劇的とも言いますね。そしてこのポロネーズ、イメージとしては、ショパンのエチュード、オーパス25-7、あのゆったりとした美しい作品ですね。あれに非常に似た技術的なテクニックを求められます。和音を含みつつメロディーを演奏する。はたまた2声の音の流れを片手で制御する。そういったテクニックが全般的に求められます。そして重音の細かいパッセージがところどころ出てきますので、それらをクリアするのに1番とか3番のポロネーズよりかは難しいと感じます。ただしこの作品自体は非常にテンポがゆったりした作品ですので、疾風怒涛のようなそういったパッセージの速い難度を求められるというわけではありません。ですので落ち着いてテクニックを学びたいという方には結構向いてる作品になるかなと思います。何よりこの作品非常にショパンらしい、まあこの作品と幻想ポロネーズなんかは非常にショパンらしい美しさというものを称えておりますのでね、ぜひね、ショパンのポロネーズなかなか雄大な作品ばっかでちょっと尻込みしちゃってるっていう方はね、この4番なんかやってみると非常に
勉強になると思いますので、ぜひねチャレンジしてみてください。ちょっとね影の薄い作品ですが、個人的には非常にお気に入りの作品です。はい、それでは第5番作品44、エイヘ短調のポロネーズです。こちらの難易度はもう文句なしで最難関です。今までのやってきたその技術的な集大成1、2、3、4番までの要素というものが非常にギュッと濃縮された作品になっております。特に和音とかに関する技術的な要求というものは非常に高いものになっておりますので、これをね正しくちゃんと弾くのはかなりの技術的修練が必要になります。そしてこの作品は中間部でマズルカが出てくるんですが、このマズルカがまた結構弾きづらいです。ショパンの一般的な普通のマズルカとはちょっとね異質な難易度の弾きにくさを感じます。自分はマズルカの方も結構かなりの作品、半分以上の作品は弾いてきてるんですが、その中にもやはり似た作品を感じないぐらい、このポロネーズ第5番の中間部に含まれているマズルカというものは結構独特な難しさをはらんでおります。そしてそのマズルカに来る前のユニゾンの速いパッセージ、これまた結構弾きづらいです。ここをちゃんと正しく早く、そしてその弾きづらい細かいパッセージがある上に多くのかなり多くの跳躍を求められますので、ここはやっぱりね非常に難しいポイントにもなってきます。そしてこの作品はね非常に多くのテクニック的修練を求められます。今まではその和音のパッセージだけ、はたまたあったとしても速いパッセージが分散和音だけとか、重音のパッセージだけとか、結構ねその技術的な偏りがあったんですが、この作品に関してはもうありとあらゆる幅広いテクニックを求められますので、かなり修練を積まないとこの作品正しく弾くことは難しいと思います。純粋な技術だけで見れば、個人的には後でご紹介する幻想ポロネーズとほぼ双璧をなすと思います。特にオクターブの速いパッセージに関してはもうかなりの難しさ、何度も、しかもそれがね2回出てきます。オクターブの速いパッセージがね、あそこがね脱力のテクニックをちゃんと身につけていないとほぼほぼ早く弾くのは演奏不可能になってきてしまいますのでね、まあショパンの中でも 1,2 を争うぐらい、まあすごく男らしくて勇壮で雄弁で非常にかっこいいポロネーズなんですが、やはりこの作品をかっこよく弾くにはかなりの技術的困難を克服しないといけません。なので、まあ、この作品好きで弾いてみたい方は頑張ってください。かなり難しいです。本当に技術的な求められるものがかなり多種多様になっておりますので、一筋縄ではいきません。頑張って弾いてみてください。はい、それでは第6番変異調調のポロネーズですね。作品53、英雄ポロネーズです。こちらの評価はこのようになっております。この超有名なポロネーズは難関でいいと思います。先ほど紹介した5番と、まあ、難しさの質的には結構似ているんですが、テクニックの求められる多様性という意味では5番の方がより多くのテクニックをの種類を求められるので、まあ6番はそれよりかは少し弾きやすいかなという印象を持ちますが、それでもやっぱり難しいです、この作品で。ショパンの作品の中でもやはり 1,2 を争うぐらい有名な作品ですのでね、憧れて弾きたいという方を多く生んだ作品でもあると思います。そして何よりね、その多くの人たちを挫折へと導いてきた作品でもあると思います。何せまずもう初心者にとってはまず最初の一小節目すら弾けないというね、恐ろしさ、この重音のパッセージですねが多用されるこの冒頭部分、その冒頭重音が多用される冒頭部分を超えたかと思ってテーマに入っても、ちっともテーマも簡単じゃないんです。左手は多くの跳躍、そしてそのフレーズを表現しつつ、正しくねフレーズを表現しながらその豪華に弾かなきゃいけないっていう、このねテーマもねそこそこ弾きづらいですし、
その次に出てくる部分ですね、この部分もね結構左手の跳躍そして和音のパッセージとして見ても結構難しいので、この作品やはりね楽譜面通りのその難しさになっていると思います。で、皆さんがやはりこのショパンの英雄ポロネーズで一番難しいと思っていらっしゃる左手のオクターブの中間部ですね、ミレドシミレドシのところですが、あそこは個人的に言うとそんなに難しくないです。左手のオクターブのパッセージは正しくオクターブの奏法ができていれば何ら難しいことはないです。まあ似たような作品でリストの早々という作品があるんですが、あちらもショパンのその英雄ポロネーズのこの中間部をオマージュして似たような左手の音型があるんですが、そちらの方がね音型的にも非常に弾きづらいし難しい。その点考えるとこのショパンのポロネーズのこの中間部、英雄ポロネーズの中間部は割と弾きやすい音の並びになっているので、まずねこの中間部の左手が難しいと感じているような人にはまずこの作品弾けないと思います。で、実を言うと中間部は本当に難しいのは左手ではなくて右手の方が難しいです。このね右手を正しく楽譜通り演奏するというのはねかなり大変に比べれば、やはりこの単純な動き反復運動の左手は非常にねもう何も考えずに弾けるぐらい耐えやすい部分になっております。なのでこのね英雄ポロネーズはこの中間部が難しいって思われがちなんですけど、実はねこの中間部の左手はね大して難しくない。まあ実際弾いてみればわかると思います。手が小さい人に限ってはその限りではないと思いますが、普通にオクターブがちゃんと1と4の指でオクターブが届く人にとっては1とも難しいところではないのでね、オクターブの技術で言えば先ほどの5番の右手のオクターブの方がよっぽど難しいです。まあただこの作品やはりもう非常にねいろいろな重音のテクニックであるとか跳躍のテクニック、はたまたアルペジオ、音階、そしてオクターブといったいろんな要素を結構色濃く全体に散りばめられてますので、まあそれなりにやっぱり弾くの大変です。やはり憧れられる曲だけの難しさのある作品になっておりますので、まあぜひねこの作品を弾いてみたいと思ってピアノやってる方非常に多くいると思いますので、まあぜひねこの動画で他のポロネーズでそのポロネーズの難しい技術をちゃんと習得してから望んでみてください。適正なレベルになればこの作品やはりねその演奏の難しさに見合うだけの演奏効果がありますので、まあ、ぜひね憧れの曲の方はしっかりと勉強して挑んでみてください。はい、それでは生前最後に発表された第7番のポロネーズですね、作品61編胃腸調を幻想ポロネーズです。こちらはもう言うまでもなく最難関の作品になります。ショパンの、まあ、全作品を含めてもかなり上位に来る作品になると思います。個人的には弾くこと自体も大変なんですが、この作品はやはり音楽にすることが非常に大変な作品になります。非常にね多くの短いそのモチーフが次から次へと展開される作品になってきます。本当に旅をしているような次から次に違う風景を見せられるといったような趣の作品になっておりますので、この散りばめられたモチーフたちをいかに有機的に結びつけるかというのが演奏者の技巧、技術、またその音楽性というものに求められます。またそういった表現的な部分を除いたとしてもこの作品は非常に難しいです。弾くのがかなり多くの技術的な課題を克服しないといけません。オクターブは当然、そして、重音、そして速いパッセージ、そして音色のコントロールやタッチコントロール、そしてペダリング、そしてバッハのような多声音楽の処理といった数多くのテクニックが求められます。特にこの作品は言っちゃ悪いですけど5番とか6番英雄ポロネーズなんていうのは結構やっぱ派手なので、ある程度ごまかしが効くんです。その楽譜に書かれている音をちゃんと弾ければかなり曲として成立するんですが、この幻想ポロネーズに関しては楽譜に書かれている音を拾っただけでは音楽にならないというやはり難しさがあります。で、そこをどう克服していかなきゃいけないかというところで、やはりそのタッチであるとか
音作りの技術というものが非常にかなり高い難易度で求められます。ですのでその難しさというものを早く指を動かすというメカニカルな一つの側面でしか捉えられてない人たちにとってはこの作品は演奏することはほぼできません。それは楽譜通り音を並べるだけはできるかもしれませんが、このショパンの最高傑作であるこの作品61の幻想ポロネーズを音楽として聴かせることはできないです。はっきり言って音作りができない人には演奏が不可能な作品になっております。まあ、ですので本当に総合的に技術というものを学ぶ必要があります。これはまあバラードの4番とか、まあ、ショパンの3番のソナタなんかでも同様なんですが、まあ、あとはねノクターン、多くのノクターンなんかでもそうなんですが、その音を作るピアノという楽器はやはりはっきり言っちゃうと猫が弾いても猿が弾いても音が出る楽器なんです。バイオリンとかフルートみたいな楽器は猫には音出せませんけど、ピアノは鍵盤さえ押せば音が出るというその非常に単純明快な楽器なんです。だからこそその音作りというものにこだわらないとなかなかね正しい音を出すというのが非常に難しい楽器でもあると思います。音作りをしないでね、いろいろな曲が弾けてしまうという意味ではね非常にやっぱり厄介な楽器でもあると思いますのでね、バイオリンとかねその管楽器とかで音が出せないのに曲作りをするなんていうことはまず無理なので不可能なんです。だけどピアノだとね正しい綺麗じゃない音が出てても曲作りができてしまうという意味ではね、やっぱりピアノのその難しさの本当の難しさというものがやっぱりねそこにあると思いますので、一音一音をもう本当に磨き上げていくといったテクニック、対極的に見たテクニックというものを求められる作品ですので、まあ、ぜひねこの作品をやってみたい、ショパンが好きでやってみたいという方はぜひね頑張って勉強してみてください。自分もねこの作品もずっと好きで高校生ぐらいの頃から弾いてますが、未だにね納得できる形で弾けたことはないですね。未だに本当にこの作品は終わりが見えないぐらい奥が深い作品になっておりますので、まあ、ぜひね特に腕に自信のある方、ショパンが好きで腕に自信のある方はまあぜひ勉強してみてください。一生かけても多分勉強し尽くせないぐらいこの作品は奥が深いです。はい、それではここからショパンの死後発表されたポロネーズ、まあ一般的にほとんど弾かれない作品群たちをご紹介していきたいと思います。弾かれないからといって魅力がないわけではありません。非常に面白い作品がいっぱいありますので、ぜひね、これをきっかけにこの作品群弾いてみるなんていうのも面白いと思います。それでは早速、ポロネーズの第8番ですね、3つの遺作のポロネーズ作品71の第1曲目二短調のポロネーズになります。こちらの難易度はこうなっております。限りなく難関に近い上級になると思います。死後発表された遺作の作品群のポロネーズというのは結構その若い頃に書かれた作品群なだけあって、その技術的な表現というものが非常に多くなっております。その難しさに主眼を置いてると言ったら変なんですが、やはり自分の技量、ショパンがその演奏家として作曲家として世に出ていこうというその出世欲というか、自分をよく見せようとするための演奏効果というものをかなり作品に求めておりますので、全般的に技術的な難易度がちょっと高めになっております。やはりねその作品の中身というよりかは少し技術的なところに主眼を置かれていて、中身がそのやはり生前出版された1番から7番までのものに比べると見劣りするかなという見方はできるのですが、それでもやはりねショパンらしい音楽というものが随所に感じることができますので、ぜひね味変じゃないですけど普通の男性らしい壮大なポロネーズにちょっと飽きてきたという方には面白い作品になっていると思います。そしてこの第1曲目二短調のポロネーズなんですが結構難しいです。特にねその細かい早く指を動かすパッセージというそのショパンのテクニックを見せるというところのやはり若い頃のショパンのなんか特有の難しいパッセージというのがあるんですが、それがやっぱふんだんに盛り込まれた作品になっております。なんかねショパンのコンチェルトの難しい部分をなんか延々と弾いてるような雰囲気があります。
まあ、ですので指を動かすのが好き、速いパッセージを弾くのが好きなんていう方は、このショパンの71の1のポロネーズなんかは結構ハマるかもしれません。何よりね、この作品ね、結構ねダサかっこいい部類の作品になると思います。なんかね、パッセージとかいろいろなもろもろを見ると結構かっこいいんだけど、なんかメロディーが全般的にちょっとダサいんですよね。ただもうそこがね結構面白いところでもあるので、まあぜひね、興味がある方、早い重音のパッセージをちょっといろいろ勉強したいななんて方にも結構おすすめの作品になっておりますので、まあぜひトライしてみてください。はい、それでは作品71-2 ですね、第9番のポロネーズになります。変路長調のポロネーズですね、この作品は難しさこのようになってます。上級レベルになります。まあ、これも先ほどの作品とご多分に漏れず非常に技巧的な作品になっております。まあ純粋なメカニックが求められる作品の一つですね、で先ほどの第1番の方は重音のパッセージがもうこれでもかというぐらい出てくるんですが、こちらはまあ細かい速いパッセージを中心に、まあ一部で重音を求められたり、ちょっと連打を含む弾きづらいパッセージがあったりとかします。ただ1番に比べれば技術的に求められる要素はまあちょっと簡単になるかなという印象は受けます。まあ、結構ねショパンらしいといえば割とねショパンらしい作品で、結構ねこの作品戦前は割と弾いてる人が多い作品にもなりますので、今よりかはね昔の方がこの作品弾かれてた頻度が高いんじゃないかなと思います。有名なピアニストたちが結構ねこぞって弾いてた作品にもなりますので、やっぱね聞きつけられるだけのやっぱり理由がある作品にはなっております。まあでもねこれもね例に漏れず先ほどの作品71-1と同様、結構ねダサかっこいい部類の作品になるかなと思います。なんかやっぱりねちょっとそのそこのダサさがいいみたいなね部分があります。特にねこのトリオの中間部の出だしのねパスあの音の並びなんか メロディーというにはなんかあまりかっこよくないメロディーなんですけど、そこがね結構ね非常に印象に残る部分でもありますので、まあぜひね興味があれば聞いてみてやってみるのもね、なかなか面白いと思います。個人的にはポロネーズというよりかはなんかちょっと難しいノクターンを弾いてるぐらいのイメージで、弾いてみるのがまあ、この曲のその取り組み方としてはいいかなと思います。生前の1番から7番までのポロネーズのようなその雄大さとかそういった力強さ、男臭さというものはこの作品にはあまり感じることはできません。ただやはりねショパンらしさというものは随所に感じることができますので、まあぜひね興味があれば弾いてみてください。はい、それでは第10番、ヘタンチョウのポロネーズですね、作品71-3になります。こちらは評価はこんな感じです。中級でいいと思います。まあ、この作品遺作のポロネーズ群、まあ、若い頃のショパンの作品の中では珍しく、技術よりかは音楽的な中身に重点が置かれた作品になっております。個人的にはオーパス71の3曲の中で一番ポロネーズらしいポロネーズになってます。1番2番というのはなんかポロネーズ風というような印象を受けます。ポロネーズ風のなんかパラフレーズ、技術的ないろいろな技巧を見せる作品、ショパンが自分をよく見せるために書いた作品っていう趣を感じるんですが、これはもう本当に典型的なポロネーズ。ポロネーズのリズムがねこの作品はもう随所に使われており、もうまあ聞いてもう簡単にポロネーズだってわかる作品になっております。で非常にね若い頃の作品の中ではかなり叙情的に書かれているポロネーズになります。で結構ねかっこよく見せる部分もあるので、これを今後その生前発表の作品番号のある他のポロネーズ群の勉強のまあ土台としてやってみるには結構面白い作品になると思います。ただあのショパンのポロネーズ群の中では弾きやすいと言っても、やはりポロネーズ自体がかなり偏差値の高い作品になっております。ショパンの作品群の中でもやはり上位に占める作品の割合がかなり高いジャンルになってますので、まあそれなりの練習が必要になると思います。ただねその本当に実用的なポロネーズをちょっと弾いてみたいなって方はね、このポロネーズ結構いいと思います。かなり踊りに割り振った雰囲気の強いポロネーズになってますのでね、
ぜひチャレンジしてみてください。はい、それではここからは作品番号もなくなる本当に遺作の作品群になります。1曲目です。第11番トタン調のポロネーズ、こちらは初級レベルになります。こちらのポロネーズはショパン君が一番最初に発表した作品になっております。まあショパンの処女作になっております。ショパン君が7歳の時に書いた作品になっておりますので、まあ弾くのは簡単です。非常に簡単です。まあソナチネレベルで弾けると思います。まあソナチネの、まあモーツァルトのね、あのドミソシードレドをやってるぐらいのレベルの方だったら、まあ弾けると、練習すれば弾けるレベルになってると思います。まあただこれでじゃあポロネーズ、ショパンのポロネーズを今後勉強できるかといったら、ちっともそんなことはありませんので、他のポロネーズが弾けない、まあ、ショパンの難しい作品がまだ弾けないっていう、その本来の入門レベル、初級レベルの人たちがやってみるには、まあショパンの入り口としては結構面白い作品になるかなと思います。まあショパンらしさを感じるかといったら、ちっともショパンらしさは感じないんですけれども、曲としてね、同じ同レベル帯の作品に比べるとやはり多少の変化があって面白い作品になってますので、まあぜひね、まあ、気が向いたらちょっとちょろっと弾いてみるには面白い作品かなと思います。はい、引き続き第12番変路蝶蝶のポロネーズです。こちらも初級になります。こちらは先ほどご紹介したトタン調のポロネーズと同じ、ショパン君が7歳の時に書いた作品になります。1817年の作品ですね。まあこれもね、特に言うことないです。ソナチネレベルの技術があれば、まあ練習すれば弾けると思います。まあ、ブルグミラーレベルで弾けるかっつったらかなり難しいと思うんですけれども、まあお子さんの発表会なんかには結構ね、いいと思います。まあ先ほどのね、トタン調のポロネーズと、まあやってみると、ショパンの入門には結構うってつけの作品になってるかなと思います。先ほどね、トタン調に比べればショパンらしさを感じなくはないかなという、メロディーの作りなんかはどことなくショパンっぽいなという雰囲気はあります。まあでもね、といってもショパンが好きな人にとってのショパン要素はやっぱりすごく薄いと思います。やはりまだショパンが音楽家として、完成してない時期の作品になりますので、まああくまでも子どもの勉強用作品として、まあ、取り扱うぐらいの向き合い方でいいんではないかなと思います。まあ弾くのはすごく簡単ですので、大人が弾くんだったら息抜きでやってみるぐらいがちょうどいいかなと思います。はい、そして、第12番のポロネーズですね。変異調調のポロネーズになります。まあこちらも初級レベルでいいと思います。初級なんですが、先ほどの2曲に比べるとかなり技術的に難しくなっておりますが、じゃあこれをショパンの入門に入れられるかっつったら、全然入門レベルにすら達してないので、まあ初級レベル、まあちょっとね、初級が幅を少し持たせることになっちゃいますが、まあちょっとそこはご容赦ください。でこちらの作品はショパンが、まあ、ショパンまだくんですね。ショパンくんが11歳の時に書いた作品になります。まだね、勉強してる感がやはり否めないです。ショパンらしさというものを、まあ、まだやはりこの作品から感じることはちょっと難しいかなと思います。まあ、知らない人が聞いて、この曲をショパンの作品って言い当てられるの人はいないんじゃないかなっていうぐらい、やはりショパン要素は薄いです。まあ、ポロネーズらしさ、そのショパンのポロネーズらしさというものが、まあちょっと芽生えてきたかなぐらいの作品です。まあ、まあ正直なところ、これもお子さんがやるにはまあちょっと技巧的、スケールとアルペジオのパッセージが数多く使われてますので、まあ勉強的な意味では非常に有益な作品になると思いますので、まあぜひね、息抜きでやってみるぐらいの取り組み方でいいかなと思います。はい、それでは第14番ですね。エイトタン調のポロネーズになります。はい、こちらの作品は上級になります。
急に難しくなります。こちらはショパンくん12歳の作品になるんですが、本当に何があったのかっていうぐらい急に作風が変化します。一気にショパンらしくなります。ですので、まあショパンのポロネーズをまあやってみたいっていう方はね、まあこの12歳以降、まあとんでもない、やはりどこかでやっぱり一皮むけたんでしょうね。そのショパンらしい、もう急にね、やはり12歳が弾く、書いたとは思えないぐらい曲が難しくなります。早いパッセージがもうこれでもかというぐらい散りばめられており、やはりね、その若さあふれる、やはり自分のその身につけたピアノのテクニックというものを人に聞かせる、自分をよく見せるというものをやはりこだわり抜いて書いた作品になっております。ですので、なんだろう、その技術的な観点で見ると非常に面白いんですが、じゃあこれポロネーズなのって聞かれた時に、これ本当にポロネーズなのかなって思っちゃうぐらい、そのポロネーズとしてのその舞踏としてのポロネーズの要素はかなり薄くなります。おそらく全て今までご紹介してきたポロネーズ、まあこの先ご紹介するポロネーズも含めて一番ポロネーズらしくないポロネーズだと思います。これ聞いて、この楽曲形式がポロネーズだっていうのを答えられる人はいないんじゃないかなっていうぐらい、ポロネーズの成分は薄いです。本当にショパンのテクニック、そのパッセージというものを楽しむための作品だと思います。で、メロディーとかその調整の使い方なんかも非常にショパンらしくなってます。もう一気にショパンの音楽になってますので、これね、結構ね、エチュード的に使うには結構面白い作品だと思いますので、まあ普通のね、ショパン作品に引き飽きて、なんかちょっと変わったもん弾いてみたい、弾き応えのあるなんか変わったもんやりたいななんて方は、この作品結構面白い作品だと思います。はい、それでは続きまして第15番、ポロネーズ編ロタンチョ遺作、こちら別名でね、別れのポロネーズというタイトルがついております。こちらの作品の評価はこんな感じです。こちらは中級と上級の間に置かせていただきます。結構惹かれることなあんまりない作品なんですが、結構かっこいいポロネーズです。そしてね、演奏時間も5分未満と結構割とコンパクトで、まあ学びやすい作品、そしてね、何よりやっぱね、これすごくショパンらしい作品になってます。まあ、ぜひね、ショパン好きな方はチャレンジしてみるといいと思います。で、この作品ね、ショパンとしては珍しく他人の作品のメロディーをトリオで用いています。ショパンが非常に大好きだった作曲家、ロッシーニの泥棒カササギというオペラのアリアのフレーズが用いられております。まあそういった意味でも結構ね、珍しい作品になるかなと思います。ショパンがね、人のメロディーを使って曲を書くっていうことがあまりないので、まあヘクサメロンとかでね、ショパン、まあ、参加してますが、まああとはバリエーションとかで一部やはり人のメロディーを使って曲を書いてるっていうことがあるんですが、まあめったにないですね。編曲をもう大量に残したやはりリストとか、まあ同世代のシューマンとかに比べると、その編曲作品というものが非常に少ない、ショパンの中では珍しく、他人のメロディーを使って曲を書いてるという意味では非常に珍しい作品になります。で、この作品もまあ例に漏れず、若い頃のショパンのその満ち溢れたエネルギーというか、その技術的な求められるものが非常に多いです。で、特にこの作品に関しては、その重音のパッセージというものがもう各所で嫌ってほど出てきますので、3度であったり和音で外側ではなく中の音を強調しなきゃいけないとか、まあそういった半音階の重音のパッセージとか、いろいろなものが出てきます。まあ技術的な習得を目指すにも結構面白い作品だと思いますので、まあ、ぜひね、興味があればチャレンジしてみるといいと思います。結構ね、この作品かっこいいです。かなりやはりね、このテクニックだけを見せまくる、まあ、1曲前のその14番のポロネーズに比べると、はるかにやはり音楽的なその中身が深みが増してますので、よりショパンらしさを感じることができると思います。はい、それでは最後になります。第16番編と蝶々のポロネーズになります。こちらの作品は上級でいいと思います。ショパンがワルシャワで最後に書いた、ポーランド時代に最後に書いた作品になります。そして個人的にはね、このポロネーズ非常にお気に入りの作品になっているんですが、
もうね、ここまで来ると作品番号のある生前出版された作品群と遜色ないとまでは言わないんですけど、かなり迫るものがあります。もう近い音楽的なその中身においてかなり充実しています。ところどころでやはり若さを感じるところはあるんですが、全体を通して見ても非常に綺麗にまとまった作品、ショパンらしさを感じるにはもう十分すぎるほどの作品になっております。特に中間部のトリオに関しては音楽的に非常に美しく、メロディーが非常にまず美しい、そして転調がね、やはりショパンらしい転調になっております。もうね、調整の使い方が非常にショパンらしくなってますので、あ、もうこれはもう明らかにショパンの音楽だなっていうのが聞いててわかる作品になっております。で、技術的なところはやはりテーマの部分が重音のパッセージが早い、重音のパッセージが求められますので結構弾くのは困難になってます。トリオの部分もやはり跳躍、そして和音のパッセージが多く求められます。で、そして細かいパッセージもありますので、割と幅広くいろいろなテクニックを包含してますので、演奏するのはね、そこそこ大変な作品になっております。まあ、遺作のポロネーズ群はね、どれもあまり演奏される機会はないのですが、いずれもね、まあ初期の本当に若い頃の作品は除いて、いずれも結構魅力的な作品が多いです。まあ、ぜひね、皆さんも機会があればチャレンジしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。駆け足ではありますが、全16曲のポロネーズご紹介してきました。最終的な難易度表はこのようになりました。ショパンのポロネーズは、まあ、遺作の作品群を除き、いずれも傑作、若い頃のね、3曲は除いても、12歳以降のポロネーズはいずれもやっぱショパンらしい名作揃いになっておりますので、まあ特にね、生前発表された作品番号付き1番から7番までのポロネーズに関しては、もうもはや語る必要のないぐらいの傑作になっておりますので、ぜひね、ショパン好きな方であればどれか1曲はね、弾いてほしいなと思います。ぜひね、この動画を参考にチャレンジしてみてください。それではこの動画面白かったよという方は、高評価ボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。通知ボタンをオンにしていただくと、新しい動画見逃さずに済みますので、ぜひよろしくお願いいたします。またメンバーシップも開設しておりますので、気になる方は覗いてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。